はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、前回の続きからやっていきたいと思います。4魔貴族を倒しましたので、今回はそのまま、破壊するもの戦ですね、最終ボスの方へ行きたいと思います。こんなとこだったっけ。サラ、ミカエル、助けに来てくれたのね、ありがとう、すごく嬉しい。でもどうして来たの。私がここで静かに死を迎えれば、次の試食まで300年は平和が続いた。宿命の子が2人もいてはいけない。その力はアビスの世界も全てを破壊してしまう。始まった、もう止められない。やはり死の定めは変えられない。全てを破壊するほどの力なら世界を変えられるはずだ。こんな宿命などない世界に力がコントロールできない。破壊の力が形を取る。破壊する者の姿を。二人で力を合わせるのだ。想像する力を生み出せ。こいつは私たちが倒す。戦いの準備だ。陣形装備をチェックするぞ。と言って一回去っていくのか。で、陣形フリーファイトに戻されてるじゃん。少年が外れたからね。スペキュレーション。で、ミカエルはここ。まあ、いつもの。あれですけど、結構でしょ。 OK、 よし、これでいきましょう。最終決戦。行くぞ。我がしもべたちよ、ここまで来たのだ、勝つのだ。こいつを倒せば人間に戻るのか、それとも象のままか。最果ての島から終末へ、面白い。あんまりひどいことするとお仕置きよ。生ある者は必ず死ぬ。しかし死ぬために生きているわけではない。来い。なんかゾウさん走り方ウケんな。来たか。まずは勝利の歌から竜神劣化剣をどうするかだよね。長期戦になるんで、ちょっとケチってペルソナとかで行くかどうか。いや、もう早めにちょっと竜神劣化剣で型をつけていこう。今回生命の杖をミカエル2本持たせてます。シャッタースタッフを使う可能性があるんで。あ、最初はサザンクロスでしょ。で、まあ、例によって竜神を降臨させて、雪だるまどうするか。あんまやることねえな。まあ雪だるまも攻撃しておきましょう。で、竜神劣化剣。あれ、なんか一回殴ったぞ。なんでだ。2900か。霊気月へ。もう一回絶対攻撃してくるよね。1050か。プラズマショットに至っては1000を切る。竜神よ、降臨しろ。とりあえず竜神降臨の LP が切れる前にどれだけダメージが入るか。無双三段、竜神劣化剣使うか。で、ここはもうこまめに回復をしていく。で、七星剣ももちろんスターバーストを使う。で、雪だるまも回復に入る。妖精。2100。あれ持ってるからか。殴って、要は、生命の杖で殴って攻撃してるってことね。あれ、教師こいつどうだったっけ？見切ってない。でも、麻痺だったらちょっと。神秘の水で回復できるから回復しよう。1000ヒットポイント的にはこれで持ち直したはず。そうだね。で、竜神劣化剣どうしよっかな。ちょっとハサミでまずどれくらい当たるんだ。あの、形態が変化するんで、その時に
ちょっと火力を出していきたいんだよね。だからこの第一形態ではちょっと節約しながら行こう。まあ、ゾウさんは全力で行くけど、でここで神秘の水で妖精を回復させる。殴る、この殴り意味あるの。1300か、まあまあだな。全体霊気ゲッツ。ドブスターめっちゃ食らったな。骨砕きで神秘の水、これ回復できるでしょ。よしよし、 OK で分身剣どれくらい2700か。ゲッ、もう一回攻撃してくんの。あ、ここできたな。そう、第二形態になってこっからが勝負だからね。闇の角さん、これ地層がねアビスになるんで、今妖精がヒットポイント低いから全員ダメージ食らっちゃうんですよね。最悪死ぬ恐れがある。108、いや死んだか。やっぱりどうする、ここは回復のターンにしよう。ちょっとボストンも高級傷薬を使う。でパワーヒールは2回で自分だな。で分身剣ので、雪だるまは生命の水でロブスター。これでちょっと持ち直そう。1回名誉剣やばい。でもゾウ食らってる。 なんでゾウさんだから大丈夫とか。え、これもしかしてこれになった瞬間さ切れてる、その追加効果みたいなのが。4050なんとか攻撃力は半端ねえな。え、マジか、そういう感じ。勝利の歌とかも切れてんのじゃん。ゾウさん普通にダメージ食らってるし。え、やべえ、これやばいぞ、かなりの想定外。無双三段、いやシャッタースタッフはさすがにもったいない。でパワーヒール、いや待って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 、今回は無双三段でしょ。でボストンが高級傷薬で妖精回復させて、パワーヒールでロブスターで分身剣は絶対打つ。で雪だるまゾウさんを回復に回さないといけないっていうのがかなりきついな。でスターストリームにはなってたよね。それも切れてた。死神のカバーこいつ見切ってねえし。いや今回やべえ、かなりやばい。竜神降臨がまさか切れるとは思わなかった。タウリングって何で、ロブスターが今ちょっとヒットポイント的にやばいんだよね。最悪アビス地層でやられる恐れすらある。で200回復して100持ってかれるからな。いやマジか、一回シャッタースタッフ使うか。そうするとまず攻撃あるのみで、ボストンも竜神烈火剣を打つ。でミカエルはシャッタースタッフ一回発動させよう。でスターストリーム、あそうだね、スターストリームになってればいいのか。じゃあ OK で分身剣で生命の水は、まあ、やっぱり使っておこう。シャッタースタッフがどこまで回復するかだよね。冥王剣とかこれ強えんだよな。515とか竜神烈火剣いけ、殴れ。てか銀の手ゾウさんに装備させた方が良かったね。じゃあまあ、400弱か。砕け散った。これはちょっとあんまり勝てる気がしないな。編成を見直す必要がありそうだ。でミカエル大丈夫だね。ゾウさんもまあ大丈夫。3人回復させたいな。そうすると無双三段でボストンは高級がまだ2個あるから自分を回復させて、でミカエルが妖精で分身剣は打つ、生命の水は雪だるま自分。アビス地層っていうのがやっぱきついんだよね。
ワキール月の骨だったっけ、アビスで回復するのなんか1個くらい持ってた気がするから、ちょっと負けたら本当に見直そう。今回の戦いはやっぱ学びだな。じゃあ3200アビスの風きたー、ぐわー、カオスディザスター、これ絶対もう1回来るっしょ。雪だるま帰還、やべ死んだ。ちょっと待って、アビスの風食らったからもうボストンシャッタースタッフ発動させよう。でパワーヒールで、ゾウさんはもう常に攻撃、ゾウさんだけは常に攻撃しよう。であとヒットポイント減ってるのが火力的にちょっとゾウさん失いたくないんで、一旦持ち直す。ナイトメアマジか、いや寝るぞこれ、寝た、本当に寝た。いくら誰も起きねえし、なんでなんでハートがついてんの、いやこれどういうこと、なんでハートがついてんの。分身剣、あれか、状態異常で技が使えない、いや無理だ、これはもう完全にやられた。げっ、ひどい、効かん、ゾウさばき858とか、お前に使うか、なんか状態異常になってたこいつ。ゲーム神剣で神秘の水で直そう。いや死ぬ、ゾウさんやられたらもう終わりだ、こいつは死体蹴りばっかしてんな。やられた、ミカエルもやられた、ただ雪だるまは効かん、神秘の水が無駄になったな。いやもうこれは絶望的だ、完敗だな。72、もう終わりだ。一応ゾウさんフェイタルミラー、あこれあれなんか自分攻撃しちゃうとかいうやつじゃん。カオスディザスターは効かん、なんだなんだこの雪だるまの耐性、最後の最後に復活させる。あ、最高傷薬使えばよかったか、183でさ100持ってかれるからね。でゾウさんはマジ遅すぎるんでフェイタルミラーでやられそう。ノッキング、あ、いった、破壊するものに4023、終わった。これ全滅すると全滅用のあれがあるよね、破壊するものがこの世を破壊するという。これだけちょっと見ておくか、せっかくだから。では2戦目、ちょっと装備とかを変えてあります。第一形態はまあサクッとやっていきたいね。さ
さてこっからが勝負。ちょっともう割とやばいけど、まあ、ゾウさんここで竜神降臨使えば大丈夫だよね。これで竜神降臨が効かなかったら、てかアビスになった瞬間死にそうだけど、闇の翼。まあ、まずはゾウさん最優先だな。そうするとではいる。でロブスター完全に回復だな。そうするとで、ちょっと待って、無双三段ロブスターは回復に入る。妖精を回復させる。でミカエルはまだもうちょっといけそうだけど、まあいいや。でここでゾウさんが竜神降臨させる。で雪だるま、ここは最高傷薬でロブスターを回復。これでどうだ、竜神降臨を使うまで耐えてくれよゾウさん。ナイトメア、これマジか。ああ危ない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 。カオスディザスター、危ない、来てない、とりあえずは来てない、死んだけど。これで竜神降臨させる。アビス地層で5つずつ減っていくか。 LP が1減るね。まあ、しょうがない、それは。でゾウさんは放っておく。妖精回復に入るか。じゃあで雪だるまが寝ちゃってんだ、まあ、パワーヒールだな。シャッタースタックはまだいいや。でゾウはこっからひたすら分身剣、これで押し切る。死神の鎌、妖精はそうだよね、見切ってるよね。雪だるま効かないんだよね。起きた、いや起きたけど状態異常にはなんのか。4900、いいね。まあ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  LP が減っていくけど、それはしょうがない。このさ青いやつって自然回復するのかな、そこがちょっと気になるな。自然回復しないって言ったら結構厳しいよね。だから雪だるまただ術は使えるはず。術すら使えないのか、マジか。ちょっと待って、もう一回最初からじゃん。術が使えないとなると、まずロブスター必須、竜神烈火剣で押し切る。でパワーヒールは妖精で攻撃使おう、高級を自分に。どうだ、いくつ当たる。3800、いいね、悪くない。で分身剣、ここまで持っていけばどうだ。これアビスの風でさ竜神降臨がなくなるとかそういうのやめてほしいよね。アビスの風食らったらちょっとシャッタースタックで回復させよう。で妖精はねデッドハートを今回装備させてるんで、アビス地層では減らないですね。ここはそうだね、シャッタースタックを投入しよう。竜神烈火剣を打ってミカエルのシャッタースタックを使う。で雪だるま、ダルマ高級ミカエルを回復させるかどうするか。いや攻撃しとこう、やることがマジでない。ちょっと技が使えないやつらはもう最悪死んでもいいからな。これ寝るは寝るのか、竜神とはいえ寝る。これ食らって起きねえかな。起きたけどさ、あれどうなの、なんか状態異常になってるけど、まあいいや。でんー、これは最高で起こそう。冥王剣、もういいよ、妖精死んでくれていいよ。
ドッキングは大丈夫。800か、めちゃくちゃ回復すんな。あ、動かなかった、行動しなかったな。これシャッタースタッフ使おう。で、雪だるま、まあ、治ってるは治ってんのか。高級傷薬でロブスターがやられたけど、まあ寝てるからね。一回体勢を立て直そう。これでよし、400くらい。このカオスディザスター死んだ。まあゾウさんに来てくれるのも特に問題はないからね。26、ようやく治ったか。で、妖精ロブスターがちょっとやばい。ただこの2人だけなんで、パワーヒールと生命の水、もうこいつは生命の水しかないよね。使い切った。あと一応ロブスターが1個シャッタースタッフ使えるから、またここぞという時に行きましょう。死神カマミカエルは、おお効かない。気絶無効、王家の指輪を装備しているからか。敵の攻撃に備えるっていうのはめちゃくちゃ重要だよね。竜鱗の盾7、 OK。 妖精は結構食らう、これはしょうがない。ここから分身剣4800で、またロブスター妖精、雪だるまもちょっとやばいけど、ここはもう一回押し切ろう。竜神劣化剣が最後になるから、竜神劣化剣を使い終わったらロブスターを回復に回そう。で、無双三段とちょっと分身剣でなんとかダメージを稼いでもらう。死神のカマ、よし、これは妖精見切ってる。パワーヒール、カオスディザスター、雪だるまに来い、雪だるまに来ない、妖精か。でもそんなに強くはないからね、めっちゃ食らうっていうほどではない。アビスが破壊の力で満たされる。ゲーまだあんの、さっきここまで行かなかったんだな。で、ピンチなのはちょっと雪だるまも減ってきたから、ボストン生命の杖と高級が1個ずつか。生命の水でどれだけ回復するかだよね。一回水で行こう。回復的にはまず4000絶対で、ボストンもやばいで、分身剣は絶対打つで、雪だるまは自分。こっからはもうマジ長期戦、武装三段と分身剣でなんとか本当の壊滅状態になる前にどれだけダメージを与えられるかだな。ゾウさんの LP が持つか、やつを先に倒すか、この勝負だ。てかボストン今生命の水でどれくらい回復したあんま見てなかったんだけど。アビスの風、これシャッタースタッフ使おう次。うわー、ガードはできなかったか。シャッタースタッフ、いや使っておこう。ここは行きます、シャッタースタッフで。全開にはならないんで、やっぱり回復は入れておく。これマジでゾウに竜神降臨覚えさせてなかったらクリア不能になってたな。これで切り札は、いや、ただ最悪ミカエルがもう一回使えるからね。冥王剣いてー、503、いや残ってる。シャッタースタッフのおかげだ。で、これはゾウさんまず効かない。よし、オッケー、ガードしたけど1減る、無駄だな。何のために盾持ってんだ。
5000。これはいった？これはいったね。いや強かった。てか象の竜神降臨だね。すべては破壊の権限。これはさっきね、死んだエンディングとエンディングじゃないけどゲームオーバーになった画面と途中までは同じなんで、まあ、あとはイベントを見ていきましょう。政治がおろそかになったようだ。身を入れて働かねば。住民は不幸だからね。影を頼むぞ。レオニード。これ近づいてってんの女性？血を吸っているのか？教授。これは確実に金もらってんな、教授。ニーナとポール。なんで今更閉めんの？ウォード。これ魚釣ってんのかな？プロだな、魚釣りの。で、今度はアンナちゃんが寝てる。これは解決ロビン。すげえジャンプ力だよね。デーブ・ロビン。一応上まで行けるから。どういう原理なんだ。あ、そういえばこいつ生かしておいたな。まあ一緒にビューネイと戦った仲だからね、今回は生かしておこう。ミカエル、ヴァンガード。ロブスターがいっぱいいる。これ他のロブスターどんくらい強いんだろう。
みんな竜神劣化剣使えれば世界を救えるよね。エビが世界を救う。妖精とかもそうだけどね。全員無双三段覚えれば、でもみんなでかかればさ、破壊するものとか余裕じゃん。で結局この国は最終的に誰がトップになったんだろう。バイメニアン、何やってんだかよくわかんねえし。バイメニアンとか飛べんの？空飛べんのこいつ。ゾウさんは結局人には戻れなかったんだね。神王教団もこの先どうするんだ。一応神王を崇め奉るのかな。神王って言っちゃえばサラと少年だよね。もうこの先荒稼ぎだな。世界を救った神王として、これがどこだか分かんないし。あ、妖精だ。でも同じ妖精でも戦闘に向いてる妖精と戦闘に向いてない妖精とかいるのかな。今回ついてきてくれたのはもう完全に戦闘のプロ、槍を使えば妖精1みたいな。ウンディーネ様、何やってんだかよくわかんないし。これはブラックか。ブラックは元に戻したからブラックになってんだよね。ハーマンのままだったら、これハーマンかな。ノーラ、西王の槍が元に戻っている。最後妖精に返してもらったのかな。帰る前に返して。銀の手、そういやシャールどうしたんだろう。こいつも返してもらったのかな。ちょっと今後の生活のために銀の手を渡してくれないか。銀勇士陣、ついに姿を現した最終最後の敵、破壊する者、決戦へと立ち向かうミカエルたち、トータルエクリプス、アビスの風、うなりを上げる敵の猛攻だが、しかしヒーローたちはくじけない。鍛えに鍛えた技と術、ついに破壊する者の力はついえ、創造の力が解き放たれた。おお、ヒーローたちは今いずこ。え、だってさっきミカエルバンガードにいなかった。みんないるね。雪だるま、ヒットポイント796、技ポイント90、術71、弓30、体術30、玄武27。そんなに高くはないよね。弓レベルとか30だったか。ボストンでも体術レベル31だからね。これ50までいけるはずなんで、普通に40とかまで鍛え上げれば割と楽に倒せるのかな。このステータスはちょっときつかったよね。まあ一回死んだし、そもそも妖精で槍レベル36、まあ、もうちょっとね、あの技とかね、あと防具とかちゃんと揃えて、まあ見切りとかもねいけばよかったんだろうけど。ゾウさん、ヒットポイントやっぱ高えな、871か。で剣レベルは32。総竜最終的に22までいったか。結局竜神降臨しか使わないからいらないけど。少年とかね、こいつただついてきただけだから。これサラもいるけどさ、サラも出てくんのかな。サラ出てきた。最初はねちょっと使いましたけど、途中から交代。でミカエル証券レベル35。一応サザンクロスまでは覚えてありますと。でスタッフロールはちょっとカット、まあ、いろんな技とか見れてね、結構見応えはあるんですけれども、それはぜひ自分の目で見ていただきたいと思います。救世主の知性かな。
ということで無事ミカエル編が終了しましたので、2週目以降もやっていきます。で2週目以降はもうニューゲームプラスでね、始めていきます。で2週目以降になりますので、一度見たイベントとか、まあ、基本的にはもう編集でサクサク進んでいこうかなと思ってます。であと一応一つ考えているのが、まあ、8人の主人公をやる間に、まあ8人の主人公以外のキャラを絶対どっかで、まあ、入れていくというような形でやっていきたいと思います。で、まあ、キャラクターについてはね、各個性を、まあ、尊重して、まあ、そこを鍛えていくというようなやり方でやっていきたいと思いますので、2周目に関しましてはプレイデータを引き継いで、これを引き継いで、で主人公はエレンでやっていきます。エレンは何がいいのかね。でもそのまんまでいいや。得意武器はエレンに関してはもう体術でしょ。腕力20、素早さも20ある。 OK、 これでじゃあやっていきましょう。というわけで、中身については、次週以降、やって、次週っていうか次回以降やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。ロマンサガ3のリマスター版は、まだ続きをやっていきますので、ぜひ次回以降も見に来ていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。